刊募集。これ見てびっくりしましたわ。東山紀之、森光子への嘘。ロンドンの五つ星ホテルで森光子とスイートに泊まった東。だが、陰ではあのババア。噂があったらしいですね。森光子さんと東山さんいうのは、昔交際してたっていう噂もあったらしいですが、これ見てね、ちょっとびっくりしましたわ。全くありません。9月7日の記者会見で東山紀之、新社長が景色版ならば、子、森光子との間に性接待があったのではないかと問われた時だった。恩人だと強調した東山。果たしてその実際の関係は？イギリスでね、めちゃくちゃ有名なホテル。伝統のホテル、全身にしての。ダイアナ妃も泊まったというぐらい、五つ星の超高級ホテルね。で、そこにですね、どうしても泊まりたいと、まあ、メリー北川さんがですね、言ったらしいです。どうしても泊まりたい。で、その彼女はですね、なんと東山を連れて、ロンドンと、そこからフィレンツェへ至る旅行を繰り出したということなんですね。メリーさんは、森を年に一回海外に連れて行きと。旅費は全てメリーさん持ちでしたと。東山さんというのは少年隊っていうグループでおったんですね。森は少年隊のデビュー前から東山のファンを公言。デビュー前から言って、私は東山が好きやーって言ってたんですよね。はい。東山が大河ドラマ、元禄繚乱。NHK の大河ドラマね。元禄繚乱で浅野匠守を演じた時、森光子は東山の全てのセリフを自分の声で吹き込んだテープを送ったそうです。すごいね。大ファンやね。自分の声で吹き込んだテープを送ったところ。もう熱狂的ファンですね。つまりそれぐらい森光子さんは東山くんにぞっこんやったということです。それをどうもメリー北川さんがうまく利用したというふうな記事ですね。これ旅行の様子を聞いたメリー氏の知人が明かすと、その超高級ホテルにメリー北川さんがですね、森光子さんを連れて、でそこに東山くんも一緒に連れて行ったということなんですね。その超高級ホテルランガムでは2部屋しか取らなかったそうですと。3人行ってます。メリー北川さんと東山くんと森光子、3人ですね。3人で行って、2部屋しか取らなかった。うん、どういうことやこれ。1人は野宿かとなりますけどね。野宿じゃないです。3人おるのに部屋が2つということです。メリーさんはダブルのデラックスルームにメリーさんが泊まったということですね。あと1部屋や。あと2人残っとる。そして森さんと東山さんの2人にスイートルーム。スイートルームっていうのは部屋が2つある部屋ですね。まあ応接室と寝室ですわ。これが2つひっついてるのがスイートルームっていう。森さんと東山さんの2人にスイートではあるものの、ベッドが一つだけの部屋を用意したのです。だからツインベッドちゃうね。ツインベッドって二つね。ダブルベッドですね。ツイン言ったら二つのベッドですけど、ダブルベッドで一つのベッドです。スイートルームやけど、寝室に一つのベッド。その部屋を用意したと書いてあんね。当時森は70歳を超えたところ、私67ですからね。私よりまた3つ4つ上ですよね。一方の東山は20代半ばとなったばかりと。その差、46歳差。記事そのまま書いてあるね。46歳差の二人は、同寝を余儀なくされたのだ。同寝っていうのは、まあ、同じ布団の中で寝ることを同寝と言います。だってそうですよね。部屋にベッド一つしかない。同じそのベッドで寝るしかないということですね。ベッドで二人寝たんですよね。二人、こう、横に並んで。寝る前に何したかは書いてませんでした。スイートは一泊3、40万したそうですが、もちろんメリーさんがケチったわけではありませんよと。つまりケチったのは、部屋を二つ用意しなかったんでケチったんではない。つまりメリーさんは、お前ら森さんと東山さんに部屋一つ取ったら金かかるから、できへんと言ってケチったんではないと。実際金に糸目をつけない大名旅行だったそうで、移動はリムジン。そこで2泊ほど滞在すると飛行機でフィレンツェに移ったのですが、空港でのチェックインを旅行会社のスタッフに代わりにやらせようと部長を言ったりしたそうで、そう書いてます。メリーさんの知人が語ったんですね。東山はかつて森との旅行についてこう語っていると。これは森光子100歳の放浪記という本の中に東山さんのセリフがあるらしいですね。ちょっと言いましょうか。森さんとメリーさんと一緒にイタリアに行った時、メリーさんが随分慌ててます。イタリアが時差で日付が変わってるのに間違ってホテルを予約していたんです。今日泊まるところがないと。アクシデントになった時の森さんの動じなさってすごかったですね。そんなハプニングはよくありました。楽しい思い出ばかりですっていうことを書いてるんですが、まあそこは楽しい思い出ばかりなんでしょうかね。そのイタリアの前にロンドンでですね、スイートルームで同じベッドで寝たという。当時東山君は20代だから、森光子さんは70歳を超えてたと。文春にはそれ以上は書いてません。こっからは想像しろということですね。ですから私もちょっと想像してました。部屋にありました。ありゃ、部屋が一つ、スイートルーム、寝室はオールの一つのベッド。あら、東山君どうしましょう。一つのベッドだわ。そうですね、お姉様。一つのベッドで東山くんと私と二人で。これ以上言えませんわ。しょうもないですね。なんでしょう、これ。すごいね。メリー北川さんが東山くんに因果を含めたんでしょうかね。東山くん、分かってるわけだね。分かってます。いいわね。相手は森光子さん。粗相がないように分かっております。頑張ります。まあまあ、何を頑張ったかそれは知りませんよ。文春に何も書いてないからね。おっさん、当主やで。そうや。日本保守党の代表格好借りや。こんなことやってええやろか。僕、もしいずれ大きな国政政党だったら、この動画掘り起こされますよね。国会でね、
ちょっと質問です。何でしょう。日本保守党の代表括弧仮の百田直樹さんですが、2023年の9月の動画にこういうのがあるんですよ。あちゃーってね、掘り起こされる可能性ありますね。えらいことですわ。ちょっと見ましょう。東山は森の舞台で相手役を務めることが多かったか。なるほどな。森光子さんの舞台で相手役を務めとって、ロンドンのホテルでも相手役を務めとった。何の相手か知りませんけどね。旅行でもエスコート役だったと。1995年、それから2006年の正月にはハワイ旅行に出かけてると。二人で出かけてるというような意味でしょうね。東山君の知人が言ってます。ハワイの時は森さんとコネクティングルームだったと聞きました。会見では母のような存在と説明した東山だが、裏の顔は嘘にまみれてと書いてます。なんでしょう裏の顔。なんかどうも記者会見では森さんは母のような存在だった言ってますね。それやったら母子なんとかかと思うんですが、そんなの言うとあきませんよ。さあ次のセリフすごいよ。影ではババア呼ばわり。今日ババアの誕生日なんだけどさ、これでいいかなとプレゼントの相談をされたこともありますと。森さんを利用していただけでしょうというようなセリフ。すごいね。これは悪口なのか、それとも相性なのか。まあ相性ってことないよね。わからへん、これはね。メリー氏も早くから東山を推していたと。メリーさんもどうも東山君お好みだったみたいね。横顔がいいのよ。この子を俳優第一号にするんだと話してましたと。メリーさんは男版宝塚を作りたくて、東山はその理想芸だったんでしょう。男版宝塚ってすごいね。私も宝塚何回か見たことあるんですけどね。宝塚ってのは全員女性ですよね。つまり、男役も宝塚の女の子がやるんですよね。歌舞伎はでも全員男ですよね。女役を男がやるということでね。お山と言いますけどね、女役。メリーさんは男版宝塚。これ男版宝塚ってすごいね。一回見てみたいね。ちょっとどんなんやろ。だって全員男やね、舞台出るの。ほんでそこにお姫様とかね、王子様とか。まあ王子様はいいですよ。お姫様役をですね、ジャニーズの可愛い男の子がお姫様じゃなくて、まあ王子様チューしてチューとか言うてね、そんな舞台ちょっと怖いも見たさで見てみたい気しますよね。皆さん見てみたら、少年隊の他の2人とは明らかに待遇が違った。あ、少年隊っていうのは3人おったよね。これでよく分かってきた。もっと5人も6人もおるか思ったら、少年隊って3人おる。少年隊の2人とは明らかに待遇が違った。10代の頃から月給200万円でブラックカードを持たせて、東山を俺にはこれがあるからと見せびらかしていましたというような話がメリーさんの知人の証言に載ってます。若くして年上女性のハートをがっちり掴んでた東山、自らを見出したジャニー北川の言いつけも守っていたと。周囲にこう話してたという。ヒゲを剃らないといけないんだよ。ジャニーさんはヒゲがあるのすぐ嫌うんだ。ああ、私ジャニー北川さんに嫌われるね、このヒゲでは。うわー、僕はもうスターになれない。もうジャニーさんいてないよね。でもね、こうやって見てみたら、私これ東山さんって知らないんですよ。なんというかね、苦労の多い人生生きてきたよね。そんな感じがします。おそらく少年隊のデビューの時にはですね、ジャニー北川さんに、ユーユーこっちおいでユー可愛いお尻してるよねとかで言われて、それからもうちょっと大人だったら森光子さんに、東山子同じベッドよ、うわドキドキ、光子ドキドキとか言ってね、そんな風にいろいろ頑張ってきたよなと思いますね。一人歴史ありということでね、私らには分からん苦労があると思いますね。やめろ言われてますね。すいません、暴走モード。姉さん止めて。これ言うとあきませんね。今日こんなライブやってることありました、ね、言うとあきませんで、ね、またあの人一人で怒るからね。あんたその政党の党首としての自覚が演じかとか言ってね、まあ怒られますからね。私がもうどんだけこれあれもこれも苦労して苦労してもういろいろやってるのに、あんたあんな動画やってもうどうやねーって怒られますからね。もうえらいことですわ。これ秘密にしとかなきません。まあそういうわけなんでね、いや何これ、今見たら同説1万9000人もおるかな。こんなとこが1万9000人もいるのか、びっくりするね。ほなもうちょっとサービス紹介、週刊文春ね、すごいサービスがあったよ、ちょっとこれもついでに言いますわ。あのね、これ私はね、実はこっちの方がほんま興味あったんですよ。実はジュリー社長はですね、取締役を絶対降りないという話ですね。でこれね、取締役のジュリーさんは絶対に降りられない状況があるんですよ。なんでかわかりますか。これ相続税の関係です。ジュリーさんはですね、取締役を降りると恐ろしいことになるんですよ。どうなるかというと、相続税何百億って払わなかったんですよ。これはね、実は法律がね、何年か前に改正されまして、中小企業の社長と言いますね、一代で築き上げて頑張って会社にした、その会社を自分が死んだ時にですね、中小企業のオーナーですから、一部上場とかそれはしてません。自分の起こした会社で上場もしてないで、株なんかも全部自分が家族が持ってるっていうのは、まあ自分が持ってるような株ね。当然その後その会社は親父が亡くなったら、息子とか嫁さんとか、あるいはその娘さんやったら娘さん、もしかしたら孫かもしれませんけど、そういうのが親族で後を継ぎますね、大概は。その場合ですね、以前大変やったんですよ。そういう会社を継ぐ場合に、会社の株ってのがあります。あの会社ってね、あの有限会社だろうと何でも、その上場してなくても一応会社の株ってあるんですよ。それ上場してないから、この一般にはその株は売買されませんけどね。会社の資産がある。すごい大きな土地があったり、大きなビルがあったり、あるいは会社の預金がいっぱいあったりしたら、これ会社の全部資産ですから。で、親父が死んだら息子は会社を社長として引き継ぐ場合に、その資産がですね、相続税ドバーン
ってかかるんですよ。一打で傷かけたその会社の資産がですね、どっかーんと相続で取られて死ぬんです。そうするとね、どうなるかというと、もう息子ね、会社後継げなくなるんですよ。だってもう資産がほとんど取られますからね。ビルも取られる、土地も取られる、あるいは預金も取られる。もうほとんど会社継げない。そうしてですね、せっかく親父が作った会社なのに、息子は後継げないいうケースがものすごい今まで多かったんです。で、社内からもう会社を潰して、もう社内から相続で取られる前に、会社を畳んで潰して、もう相続で対策するというね、そういう人も結構いたんです。そういうことがならないようにということで、作られた法律がですね、事業承継税制というのが2009年に作られたんですよ。今から14年前にこの法律だったんで、これはですね、親族がその親父の会社を引き継いで社長となってその会社を継続していくという、そういうケースの時には相続税はなしにしましょうという、そういう法律ができたんですよ。つまりこれによってですね、親父が一生懸命築いた会社をですね、そのまま息子は相続税を払わないで、つまり会社を潰さないでなんとか会社を相続できるという、ようやくこれが2009年にそれができたんです。つまり今回のジャニーズもそういうケースでジュリーさんには相続税がかからないというシステムなんです。これはね、実はいくつか条件がありましてですね、5年以上取締役を続けなあかんとですよ。つまり、形だけですね、会社も本当はやりたくない、しかしながら相続税も払いたくないから、一応その会社やりますわって、ひょいっと会社やるふりして、で相続税ゼロになった途端に、え、会社やめたっていうのはこれはダメですよと。あくまでそこで会社働いてる人いっぱいいますよね。そういう人たちの面倒を見ながら、そして会社としても社会貢献しながらその会社やっていくと、その条件やったら会社資産に相続税かけるのやめましょうという、まあ、こういう条件なんですね。だから5年は一応会社をやらなかったんですよ。このメリーさんは取締役を今辞めたら5年また経ってない状況なんですよ。ですからこれで今辞めたら相続税がめちゃくちゃかかる。なんかね、800億とかで書いてました。すごいですね。税理士の秋山清成氏の算出によれば、ジュリー氏が納めるべき株の相続税は860億円と推計できる。だからここで辞めたら860億円の税金は納めなきませんから、でから絶対にやめられないんですよ。でこれいつまでやるというとね、相続税の申告期限は2020年の5月、つまりここから5年間、2025年の5月まで、つまり来年の5月まではジュリーさんは代表取締役を降りられないんですよ。これ降りたら860億円の税金を払わなきませんから、だから何としても降りない。でここでね、週刊文春はこんなこと書いてます。制度上の適用対象は非上場の中小企業が対象である。つまり親父が一生懸命やっとったその会社ですね、そういうのが対象である。ところがジャニーズはですね、年間の売上が1000を超えるんですよ。果たしてこれが中小企業かなというところですよね。つまり今回ジャニーズはですね、ジュリーさんはこの中小企業を助けるためにできた法律をうまく利用してるという感じがしますよね。あと実は中小企業にはもう一つ条件がありましたね。サービス業の場合、従業員は100人以下と、もしくは資本金5000万円以下のどちらかに該当すれば中小企業になるという、そういう適用対象になるんですね。ところがこのジャニーズはですね、社員数は200人以上ですから100人以下っていう条件は外れてます。ところがもう一つ、資本金は設立以来ずっと変わらず1000万円に設定されており、これで中小企業扱いとなる。つまり資本金が5000万円以下の場合は中小企業扱いという、こういう規則になってるんで、ジャニーズは資本金が1000万円に設定されてるんで中小企業扱いということになるわけです。こういうことでですね、責任を感じてますって、ね、本当に責任を感じてたら代表取締役を降りるんですけど、降りない、絶対降りない、少なくとも来年の5月までは降りないという条件なんですね。なんで降りないかというと、さっき言いましたように860億円の税金を払わなきゃいけない。これに対してジャニーズとジュリーさんがそういうような制度を利用していることについて、国税庁の関係者はこう言ってます。被害者やファンをバカにした話やと言ってます。だからね、金が絡んでる話なんですよ。同説2万人超えてるよね。大丈夫かな皆さん。ちょっと今日頑張って喋りました。以上、終わりです。バイバイ。